カールスルーへ艦長当時のリュッチェンス大佐、ギュンター・リュッチェンスは、ドイツの海軍軍人。最終階級は、海軍大将。ドイツ艦隊司令官。騎士鉄十字章受章。ビースバーで生まれ。ライン演習作戦中に、戦艦ビスマルク艦長で戦死。戦後の西ドイツ海軍、リュッチェンス旧駆逐艦の一番艦にその名が、艦されている。リュッチェンスは1907年に、 ドイツ帝国海軍学校に入学した。当初の数年は、巡洋艦フレイヤに乗り組んだが、任官後は1910年まで、戦艦エルザス、その後1913年まで総甲巡洋艦、ケーニヒビルヘルム、その後第一次世界大戦終結までは、フランドル沿岸において魚雷艇の艦長として、ダンケルク攻撃などに参加した。戦後、 1918年から海運会社に勤めたが、1921年に新生ドイツ海軍に士官として復帰した。1925年までは第三魚雷艇隊に所属し、後に大の司令官となった。1933年には軽巡洋艦カールスルーへの艦長となった。1936年には海軍人事部長となった。1937年には、 魚雷帝部隊の葬式官となり、少々に昇進した。1938年11月には、いわゆる水晶の夜を避難する署名が行われた時に、共に水晶の夜を抗議した3人の提督の一人だった。第二次世界大戦が始まると、リュッチェンスは偵察部隊の司令官となった。1939年9月13日、 イギリス沿岸への機雷施設から帰還する駆逐艦の出迎えのため軽巡洋艦、ニュルンベルク、ケルン、ライプツヒを率いて出撃中イギリス潜水艦、サーモンによってニュルンベルクとライプツヒを損傷させられた。1940年4月のデンマークとノルウェー侵攻作戦では、北海で巡洋戦艦シャルンホルストとグナイゼナを含む援護艦隊を指揮して、 英巡洋戦艦レナウンと交戦した。1940年6月には戦艦戦隊の司令官及び第二次世界大戦のドイツ艦隊の三代目の司令長官に就任した。前任者のビルヘルム・マルシャル中将は海上作戦においてしばしば海軍総司令部と艦隊司令長官の裁量範囲について衝突した。彼はシャルンホルスト以下を率いて行動中に ノルウェーから撤退する連合軍部隊を発見、命令に背いて、これを攻撃し、A 航空母艦グローリアスと護衛の駆逐艦、アカスタとアーデントを沈めたが、シャルンホルストも魚雷攻撃を受けて損傷した。この命令違反によって、マルシャルはリュッチェンスと交代させられた。初代の司令長官も同様の理由で交代させられたため、リュッチェンスは命令に一時一句従うことに決めた。 1941年初めには、シャルンホルスト、グナイゼナウを率いて、大西洋で通商破壊作戦に従事し、11万5000トンに上る連合国商船を沈めて、フランスのブレストに帰還した。ついで、デュッチェンスは、ビスマルク、シャルンホルスト、グナイゼナウと、新たに収益した、ティルピッツの前線艦を率いて、大西洋での一大通商破壊作戦である。 いわゆるライン演習作戦を指揮することとなった。いくつかの理由から、ティルピッツと二隻の巡洋戦艦は参加できず、ビスマルクと重巡洋艦プリンツオイゲンのみで行われることとなった。引き続く戦闘については、ビスマルクの功に詳しい。最後の戦闘で、戦艦キング・ジョージ5世の14インチ砲弾の一斉射撃によって、大口径弾がビスマルクの選手方向から貫通し、 おそらく弾薬庫の誘爆を引き起こして、2機の全部手法等を含む戦隊の全部の大半が破壊された。この時、環境と中央方線式書が破壊され、リュッチェンスは多数の士官が戦死した時に一緒に戦死したものと思われる。ありがとうございます。